よし、これであとはデートアプリにお前の情報を入力すれば OK だ。お前の名前は？それがお前の名前なのは俺もわかってるよ。バーカ。デートアプリだけど真面目にやってみろよ。このアプリで彼女作ったやつがいたんだって、マジで。だからこう、インパクトのあるものをアップしとかなきゃ。そんなんで相手から連絡が来ると思うなよ。オッケー、ただの退屈野郎って書いとく。ごほん。あなたの寂しさを救済するあなただけのチャーニー。俺はやると決めたら必ずやる男だぜ。デートアプリはそんな甘っちょろい心構えじゃ生き残れないことを心に刻むんだな。とにかく、とりあえずお前は冗談が面白い男と。なんか他にないか？ま、そういうことにしておこう。適当に愛くるしい野郎って書いとくわ。あとはお前の写真を加工してアップすれば。心配するな、俺はプロだからな。なんだよその顔は。これくらいみんなやってるよ。俺の見る？まあいいや、とにかく自分のは好きにしろよ。そういえばお前これ見たことある？長寿の夢、奇跡の薬と言われるエターナイツの販売が明日に迫っています。違う、これじゃなくて。だろ？そうだろ？ユナは本当に最高だよ！動画をアップしたら再生数5億ぐらいは余裕でいくらしいぞ。もしかしたらさ、デートアプリのプロフィールをうまく編集したら、いつか1回くらいはあんな女の子が俺たちにいいねを押してくれるかもしれないだろ？そういえば俺さ、昨日3ヶ月間貯め込んだバイト代はたいて、ユナのコンサートのVIPチケット買ったんだ。羨ましいだろう。
結局、今日はいいねもマッチングもなかった。ま、最初からそう簡単に行くとは思ってなかったさ。宇宙の気を集めて祈りを捧げてみよう。とにかく俺帰るわ。じゃあな。おい！新しくできたデートアプリすごいぞ！今すごく流行ってるんだって！いいからとりあえずダウンロードしてみろよ！これ、まずは簡単な心理テストをして、その結果に合った相手とマッチングしてくれるんだと！絶対にダウンロードしろよ。うまくいったら、この俺に感謝しろよな。こんばんは。エロい写真見たい？つまらないわ。実はこれ、テストでした。テストは合格です。私たち
デートしてみない？今日はもう遅いから、明日はどう？二人で素敵なヨットデートをするの。すごくロマンチックじゃない？そう。それじゃあ、明日セントラルシティ駅で待ち合わせして、ヨットを探してみましょう。
あちこちで爆発が起きてる。俺は今シェルターに向かってるところだ。お前もな。あの壁は何だったんだろうな。一体どこから現れたんだ？念のために必需品持ってきておいて正解だったわ。お前、予備の歯ブラシ持ってる？みんなここに避難したらしいけど、なんだか嫌な予感がするぜ。世界が終わりかけてるっていうのに、これを使えばポップコーンを食べれるわけだ。この部屋に誰か他の人も来るのかな？可愛い女の子だといいけど。緊急速報です。都会の中心に巨大な壁が出現しました。政府からは未だ正式な発表はなされておらず、国民からは不安の声が上がっています。壁ってあんなにでかかったのか？お前も見ただろ。人が突然変になって周りの人たちを攻撃するところ。原因不明の感染症が世界各国に拡散していますが、具体的な解決策は未だ見出されていない状況です。もう一度お知らせします。感染者は非常に強い攻撃性を持っており、視界に入った相手に対し瞬時に攻撃してくる模様。安全な場所へと避難してください。俺、まさか俺たち感染してないよな。俺まだ死にたくない。マジで嫌な予感がする。何の音だ？なんだよ本当、一体何が起こってるんだ？早くドアを閉めよう。お前、怖い映画見たことないの？私たちが唯一の生存者なのかな。またその話、私にもわからないんだからもう聞かないで。でもニュースも止まっちゃったんだよ。次は私が死ぬ番かも。その死ぬって言葉言わずにはいられないわけ。あなたのこと
テレビで見てた時はすごく優しい人だと思ったのに。私は友達を探しに周りを見てくるから。え？無駄だよ。今まで他の生存者を一人も見てないんだよ。その人ももう死んでるって。それにもしかしたらここに来る途中で死んでるかもよ。はいはい、好きに考えてて。とにかく私は探しに行くから。待って、置いてかないで。部屋から出るとかマジでありえねえ。おい、どこかで足音が聞こえた気がする。あ、違った、俺たちの足音だったわ。何か変な音がしたら、すぐ逃げ出せるように準備しておけよ。何よ。いや、違う、私はユナじゃなくて、私は、こんな状況で嘘をつく意味なんてないわよね。本物のユナだ！ユナだのなんだのって、みんな死ぬかもしれないのに感激してる場合？そういう態度は良くないわ、ヨリナ。偉そうに言うけど、あなたに何ができるっていうの？有名人だから何？だったら何とかしてみなさいよ！リナ、少しは落ち着いて。私も今、みんなと同じ立場でここにいるの。話の途中で悪いんだけど、他の生存者に会ったことある？いいえ、私たちしかいなかった。そうなんだ。そういうあなたたちは誰なのよ。俺はチャニ、こっちは。あなた、血が出てるじゃない。あなたの頭が柔らかすぎるんじゃない？
つは君のコンサートに行くことを金の無駄遣いだって思う、そんなやつだ。昨日だってジャニー、そんなところに行って金を使うくらいなら赤の他人にあげた方がマシだって言ってた。そういう失礼なやつなんだ、気をつけろよ。あなたたち、一体何がしたいわけ？そうだ！早くユナと一緒に写真を撮ってもらおうぜ！あなたたち、黒髪ロングで左目の下にほくろがある。女の子を見たことある？もしかして、ジスのこと？パーティークイーンのジスもいるのか？これからどうなるかもわからないのに、友達探しをしてる場合なの？まったく。警告。ここはすでに安全ではありません。B15 へ、速やかに避難してください。まず B15 がどこなのか探してみましょう。なんだよあれ。私たちみんな死んじゃうんだ。リナ、気づかれないように通り過ぎよう。なんとかやり過ごせたわね。死ぬかと思った。みんなよくやったわ。先に進みましょう。ちゃんと前を見て！